こんにちは、ラナです。外国人ですが日本に住んでいてもう12年です。旅行とグルメ大好きなので、こちらのチャンネルでは国内旅行、海外旅行、文化の違い、美味しい食べ物や飲み歩きについていろんな動画を配信しています。少しでも楽しんでいただければとても嬉しいです。はい、皆さんこんにちは、ラナです。で、今日ですね、石垣島に来て2日目でカビラ湾に、はい、自分はね、まあ、写真ももちろん見たことあるんですけども、調べたことがなくて、でこの間ライブをやったら視聴者さんに、あ、これがめっちゃおすすめだよって教えてもらって、今日はもう早速2日目で行くことにしました。はい、で、行ってですね、でこのカビラ湾で何がすごいというと、一応ミシュラーのグリーンガイドで三つ星を獲得しているところです。でね、一応普通のミシュランガイドでしたら全然わかりますが、このミュシュラングリーンガイドがあるのはまあ初めて聞いたので、どこまで信じてもいいかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず今日はとても楽しみにしています。バスを降りてカビラ湾に向かいますと、サンドがありますよね。こちらは17世紀の中頃に建てられた王道です。カビラカノンドですね。昔カビラは琉球王府への品物を送るための大事な港でした。王道は王府から帰ってきた僧侶が船の安全を祈って建てたものです。今では安全祈願や健康祈願、縁結びのために参拝されています。時間がある方はぜひお参りしてみてください。これすごくないですか。なんかサンゴ使われてますね。どこにも看板がないので、ちょっと行き方が分かりません。一応ね、とりあえずビーチの方じゃなくて公園の入り口から一番上のところに登って、もう全体で景色を見たいです。満喫してこれから透明ボートに乗りたいと思います。ね、残念ながらここで泳げないらしいので、透明ボートに乗って普段で見れないものをたくさん見ていきたいと思います。ね、スノーケーリング1回しかやったこともないし、ダイビングもしたことないので、透明ボートも乗ったことなくて、まあ、ちょっとこういうのは楽しみです。
紙で光合成をします。動物なんですけど植物で植物です。あと触るとチクッと刺されます。散歩刺すというものですからね、30分くらい指しびれます。できてる散歩には触らないよ。はい、素直な場所をします。それでは少しだけカビラ湾についてお話ししていきます。カビラ湾は石垣島の北にあるとても綺麗な湾です。その綺麗な景色と歴史が訪れる人々を引きつけます。カビラ湾の魅力は美しいエメラルドグリーンの海と白い砂浜ですね。また湾の中には小さな島や岩があり、風景をさらに美しくしています。この美しい自然と歴史を組み合わせたカビラ湾は石垣島を訪れる人々に忘れられない体験をご提供しています。実はカビラ湾はいろんな賞ももらっています。先ほどもお話ししましたが、特に有名なのはフランスの旅行ガイドミシュラングリーンガイドジャポンで最高ランクの三つ星ももらったことがあります。沖縄では三つ星をもらったのはカビラ湾のみですね。それ以外にも日本百景や国立公園、全国に8カ所しかない国指定名所地などたくさんの賞をもらっていて、カビラ湾が日本の代表する綺麗なところと間違いがありません。お刺身だったりしますね。みんなでタマンって言いますか、お魚のこと。1メートル終わりになるお魚ですね。今、グリグリしております。タマンクエキ、熱気が止まってるお魚、タマンクエキ。でした。まあ、なんかとりあえず最高に綺麗な景色を見たし、ね、なんと視聴者さんに会って、視聴者さんが運転するボートに乗ったりとかで、それしてもなんかいろいろおしゃべりもしたりとかして、本当に幸せな一日でした。じゃあぜひ今日の動画はどんな感じでした、コメントなどで意見を聞かせてください。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。